ね。さあ運命のゴング今打ち鳴らされました。両チーム睨み合い、いや両選手睨み合い、はい、さあいきなり仕掛けるということも予想されたんですが、お互いの直線的なそして野生的な攻撃的な視線がぶつかり合います。リング中央、まさに火花がオーソドックスにドックアップからバックを取ってのジャーマン狙うか、前に叩きつけていくのか、さあすいません、ここまでの、まあ、防衛戦がですね約7ヶ月なかったというのは、はい、実際はその最強タッグリーグが、開催されていたということもありますけれども、まあ、宮本自身も言っていた通りその中でもそのチャレンジャーとして名乗り上げる選手が、まあ、皆無に等しかったそうなんですよね、状況がありました。まあこれは団体を問わずね、若い選手が王座を取った場合に陥りがちのジレンマなんですよね。なるほど、そうですよね。まあ、その戦う側、チャレンジする側にもそのキャリアが多ければ多いほどそのリスクも伴うということですよね。そうなんです。さあそういった中でジレンマ本人が抱えておりました宮本優子、まあ、特にその所属としてですねこの大日本の中にいてベルトを虎視眈々と狙っていたのとはまた違いますね。ですよ。さあ、おう、さあ倒していった、おっと、さあ強引に投げていった、なんだ、ああ返した、おーっと一進一退。さあ高田選手が先に蛍光灯、おっと、すごい、さあ蛍光灯の影には15分くらい、おお、さあ彼の方が決め、決めたことですね。自ら宮本お前だけじゃねえぞと、俺自身は自分でこの頭に気合を入れてやるんだと。さあ場外で早くもこれ流血狙いですね、はい、額のあたりに強引に押し付けていきます。まあ額のあたりを裂いていったのは僕は宮本さんがチャンピオンになった時に、当時のデスマッチの状況から考えて、まあ、誰かに若い選手の勝ちもあるかもしれないけれども、彼より若い選手が果たしてチャンスを回して挑戦まで持ってくるかっていうのは難しいものと思ってたんですよ。それでやっぱりこの年が武田選手のこの躍進と実力が素晴らしかったっていうことです。本当ですよね。もともとそのエントリーされてなかったので周回遅れという表現は違うかもしれませんけど、後からこれを参戦してきたから一気にその周回を取り戻してきて、そこには確かに運もありましたよ、やっぱりあのタクリーグ戦中にね、そうですね、まあ、相手の勝負でポイントをもらったりということもありましたが、はい、しかし結果としてね全部そこで、あ、リングの中入れましたね、流血、あ、そうですね、かなりおびただしい流血スタートから、はい、まあ、そういった中でもちろんそのチャレンジャーだけではもうチャンピオンになるにはですね、そしてトップアスリートになるにはそのウップテンプといった部分も必ず必要なんですよね。実力だけじゃない、いやそのウップテンプも実力なんだという部分でありましょうか、はい、さあそういった中ではもう本当に何か世代をねいくつも飛び越えての話ですね。さあ彗星のようなこの世代、恐ろしいことにこの高楽、失礼、横浜文化体育館の頂点を決める争いに武田、宮本のこの20代のチャンピオン、そしてチャレンジャーが挑んでいます。まあ、ここまではやっぱりね、戦前までのやっぱり勢いから予想されている武田選手が、まあ、先手を取って押すという、表情から見てもね、何か余裕がありますね、はい、落ち着いてますよね。確かにそうですね、はい、本当に浮き足立つということがないですよね。大日本でレギュラー参戦するまでは後楽園ホールの試合もあるんです。参戦ってなかった時期というのは確かにありましたね、はい、ハードコアマッチ、またちょっとしたデスマッチという中にそのピンポイントでな中ではそれほどインパクトがまず残せなかったということも一度見られました。宮本選手が今回武田に押してますね、はい、しかしどうでしょうか、そういった2、3の試合を こなし越え、今この頂点に決める場にいます武田正史。そしてどうでしょうか、この試合非常に象徴的なのがですね、まあ、あのチャレンジャー入場時にスタイルインの面々がね、そうなんですよ、いや本当にあの最近同じパターンの表現をしてるんですよ、鳥肌が立つというですね、あの
特にそのプロレスだけでなくて、ね、その日本人世間的にもです、世間的にもですね、そのそれぞれの絆やつながりというのが薄くなっていると言われがちな、その日本社会の中で、ね、やっぱり仲間って意識を持ってね、ここに馳せ参じているっていうのがね、素晴らしいじゃないですか。でまたその反面で、ね、今反対側から少し言ってきましたけども、勝ち負けをしてね、人数には負けてますけどね、トリプルシックスの若手がね、代表としてまだ上がってないような選手までもね、一緒になってこれ宮本を応援して、忍選手、それから盟友ともいえる佐々木隆もね、はい、今長谷さんじてます、このリングサイド、まあ、言ってみれば、トリプルシックスにしてもスタイル E にしても、まあ、いわゆる専門誌に取り上げられない、はい、まあ、もうドインディのカテゴリーの団体だと思うんですね、なるほど。でやっぱりそういう選手たちの思いとかね、はい、うん、希望も背負った戦いだと思うんですよ、これは。そうだね、おーい、もちろんね、やってる人間がね、突っ走ってるから、これね、はい、ポーンっていうのは、見た目よりも、はい、重さが乗りやすいんですよ、この形って。ですね、さあ、そしてちょっと、どうでしょうか、武田の流血も宮本を超えてませんか、はい、うわー、遠慮ないですね、何かどうでしょうか、まだ完全に見ることはできませんけど、宮本選手は攻めの良さというか、含めて、さっきはありませんか、これ。そうですね、これはそのこの半年にね、なかなか見えてこなかったものですよ、何かその戦いの中で、すごくこの一本進路取ったさっきが見えます、それはもう追い込まれるところまで追い込まれて、本来の技が目覚めたっていうか、あ、これ佐々木選手の、佐々木選手の技ですね、経験則を積み重ね、技の精度、そして狂気の使用精度も上げていきました武田、一気に勝負を決めた、強いぞ、ふわり決まりました、はい、どこの高さがあるんですよね、ありますね、首のあたり、肩口のあたり、ガッチンと決めていきました、はい、やっぱりこれレスリングで培ったこの足腰の強さとこう投げ感というんですかね、なるほど、そうです、はい、ありますね、さあ打撃は負けていない。をつけていく。挑発する武田。さあどっちも引きませんね。打ち込む宮本、そして武田。ワンロック、おーっと。来るのか来るのか。お互いがノブシのように決闘を申し込んでいったか。結構と思ってきたよ。すげえことになった、すげえことになった、上がるのは宮本選手が慣れてるから早いですね、早いですね、足早に、この足場に乗っていったのは宮本選手の、さあ、うわぁ、うわぁ、よし、成功と思うガラス飴、レースマッチレインが吹き飛ぶこの横浜分隊、さあ、うわぁ、目線はいわゆる 6m ですよね、はい、6m50 分からの身長
今日のこの戦い方、うわ激しいバトルで両者ともに場外ではないですね。ヤトの台に、ヤト、しかしどうでしょうか、しっかり膝を抑えてますね。あの足から落ちたとはいえ4メートルの高さですよ。本当そうですよね。4メーターというと通常の床よりまだ高いぐらいですから。気合いだよ気合い。さあしかし武田もすぐ立ち上がります、はい、寺本もそれを分かっていたかのように成功と3本持ち込みます。あれか、あー来た、あーもう一発、うわー負け取った、会場のものになった入り方ですね。さあそしてどうでしょうか、武田の出力がかなり広いですね、はい、胸からも出てますね、はい、振り切ってませんね。あーこれはこらえた、これはこらえた、あと血で滑ったのか、しかし胸からの出血がかなりひどい、はい、大丈夫か、うわですね。さあ宮本選手は、あ、武田選手の持ち込んだ。さあ武田自身自らが持ち込んだこの有刺鉄線ボード。勝負決めてますか。決めてきますね。うわっと。実況席のその目の前でジャーマンか、お、あ逆に、うわー来た、独特の落差のあるジャーマン、その下には有刺鉄線ボード、さあまだ有刺鉄線ボードどう掴んだ、上に引き抜きました、はい、割りましたね。さあこの合いの、うわうわ、たまらない、たまらない、有刺鉄線ボードによるこのオーダー。ボードというのが見た目よりも重さあるんですよね。そうですね。さあ、あ宮本返した。戦いが終わらない。戦いが終わらない。さあ次の手は。自ら持ち込んだ優勝戦ボード、まあ、本来の使い、あ先ほどどうでしょうか、これリング下から持ち込んできたの、これテーブルでしょうか、はい、さあただこのテーブルというのがリング内では意外と使い勝手の悪い、そうですね、はい、アイテムなんですよね。こう不安定ですし、確かにそうですね、これをどう使うのか、あまり武田選手がその使用しているというシーンを見たことないですね、どういう使い方をするんでしょうね。しかしどうでしょうか、宮本選手、対する宮本選手のダメージもかなり深そうですね。どうするんだ、これは武田自らの体を場外に持っていきましたね。彼はしかしコーナーからの攻撃っていうのは今まで見せたことがないんですけど、ですよね、ペッチ関係のまず若手に見つかったのは武田。
はでもね、お互いに武田選手がかなりリスクを背負った中で打ってきましたね、はい、さあ武田がストンピングを打ちますが宮本はどうだ。さあ、強引に戻しましたね、まあ、やっぱり中でないと決まりませんからね試合は。そうですよね、宮本としては一発入れたかったところでありましょうが、さあ宮本がこの表情。いやさあこれは雪崩式の何かを狙うということだと思いますが、雪崩式のこれは水槽越し、うわ、ってくる、決まればこれは、これは強烈。さあスタイリーから、スタイリーのセコンドから上げた、崩れた。両選手が共に視力を尽くす。うわーえぐいえぐいえぐい、頂点から落としましたしね、リバースの裏からだったと思うんですが、ですよね、さあ相手のお株を奪う、あ、前足邪魔、もう一丁、おお来た、決まるか、ダンス、やっぱ自分の得意技ですからね、ですね、返していきましたが武田さあしかし宮本にはそうですね、あ、結構と持ち込むとムーンサルトなどのコーナーの得意技、各種持ち合わせています。まあこういうね、コーナーを使った高さを使った技というのはこの宮本選手のね、あのフィールドですから。さあこれは決め技ですけど、さあこの一番これで決めたか、宮本優子、まあ、これを多くの場合ね、あの決め技の一つにして蛍光灯を抱えてのモンサルトを、はい、あのまあ、フィニッシュにして、はい、まあ、あの王座挑戦までのね道のりを築いてきたわけですが、はい、さあ宮本選手の机を持ち出しましたね。さあこれもまた足場の、つまり須山さん、フィニッシュ級の技をあえてこの準備のための時間に使ったわけですね。そうですね、まあやっぱりあの足場までね登るというのは、そうですよね、あの時間もかかりますし、シングルマッチという部分を考えれば、いくぞ、そういった時間を稼ぐには自らのフィニッシュホールドで一度相手の位置取りを、おっと本当に速いな、宮本さん、あ、いや、ちょっと信じられない、あれだけの技を食らっていながら、高ー、足場を揺らす、足場を揺らす、チャンピオンの足元を揺るがしたのは武田、これはちょっと宮本選手ちょっと想定外、精神的なショックが大きいですね、これは想定外、これは想定外、しかし武田が朦朧としながら、朦朧としながらリングの上、いや、失礼、何何足場の上であります。こんなのやったら、すげえ、武田選手もただじゃ済まないですよ。はーい、国体スラム、うわー、すいません、ハラハラしてます、もう、あー、これはヤンキー抱え上げましたよ、完全にチャンピオン、クラッシュしてます、返した、遅れたのがね、そうですね、ただ宮本もね、渾身の力、渾身の力打っていった、そこには隙も無駄もない、でもね、やっぱり自分自身も 4m 高さが落ちたことになるわけですから、大丈夫、やっぱりこれだけ長いとさ、デスマッチするとさ、はい、もう本当にハラハラするね。さあこれ、さすがの武田選手もね、ああ、いや、会場から、そしてセコンドからまだいけるという声出ますけどもね、武田、いやどんな、どこにそんな力が残っていたんでありましょうか。あのね、
あの技を食らった後に試合後半であれが出せるのが武田選手だ。あー宮本が来た、バックチューキック、エルボー狙い、そして武田も生きている。ここへ来て両者に躍動感と、そして生命力が再び蘇った。これやっぱ若さならではの攻防ですね。ですね。さあ両名が持つ奇跡のバカルから、最後に立っていくはどっちだ。武田まさしスマイリー、そして宮本優子トリプルシックス。さあこれ決まると、うわーすっげー、宮本を決まるか、新チャンピオン返した宮本、意地の宮本、ヤンキーのバカル。もう結果にぶち切れるぞこれ。だけど武田選手は過去に2回ファウルを取ったのをいつでも返されましたね。なるほど、それがチャンピオンの意地か、それがデスマッチのスーパースターの意地か。さあこの先が武田選手にあるかどうか、精神的にはねダメージは受けますけど、今宮本選手がちょっと有利になったんじゃないでしょうか。抱え上げるヤンキーのライバー強引に押さえ、ああ違う、ファイヤーサンダーです。行きましたね、自らがチャンピオンに上り詰めた後フィニッシュホールドとして対応しております。この技ミスターカンノスケ直伝の技ですね。ファイヤーサンダー打ち込んだ、それも強引に持っていった。もう一発行きますね、リング中央出るか、魂のファイヤーサンダー決めるか。お互いが絶対の自信のある技を返さ、うわもういや逃げるわけじゃないけどね、うわすげえ、勝者宮本優子。いや宮本優子試合自体はもう本当に激戦、もうお互いの最高峰のフィニッシュホールドを用いても終わらなかった。